おはようございます。今日はね、仕事が休みなんで最高ですね。まあ、昨日までねちょっと残業を続けてたんで、今日はゆっくりしております。でね、今日は今から走るんですけど、このバフを、ここバフじゃないんですけどネックウォーマーなんですけど、これをつけて走ります。これだったらね、多分マスクほどはきつくないと思うんで、まあね、でもずっとこれをしとくっていうのもさすがになんかやりすぎなような気もするんで、まあ、人とすれ違う時、まあ、ほとんど今の時間ってその人通りで、もともと人通りが少ないところを走ってるのと、まあ、基本的にはこの状態で走って、すれ違う時にこうやって走ろうかなと思います。うん、そんな感じでちょっと今日は行ってきます。ランニング終わってきました。お昼ご飯をちゃくっと作ってきます。甘酢あんかけ作ろうかなと。作り方は適当でやります。料理適当にやっちゃうんですよね。なんでもなんか工作みたいで楽しい。それがまあ多分普通に鶏肉を揚げて甘酢の酢かけて揚げりゃうまくなるでしょ。この鶏肉ね、マテ茶鶏ってやつなんですよ。まあ味はね、正直普通の肉の方がうまいんですけど、何より安いっていうのがね、ね、あのお金のない社会人には一番大事なのはやっぱり安さ、コスパですよね。グラム多分これ60円ぐらいかな、58円ぐらいの鶏もも肉です。おそらく片栗粉をまぶす。ちょっと多めに油を引いて揚げ焼きっていうのかにします。よし、火が通ったんで、まあね、この簡単数でね、これね大体うまくなるんですよね。醤油と砂糖、こっち絶対塩コショウした方が良かったな、多分。ちょっとここでやっときます。じゃあ再度焼いていくと、めっちゃいい感じだ、ほら、うまそう。スープを、スープを作っていくわけなんですけど、あのね、僕はね、海苔が好きなんで、海苔毎回入れるんですよね、スープに。海苔ってね、結構炙った方が、いい感じで風味が出て好きなんですよ。結構ガンガン僕炙っちゃいます。おぉ、燃えちゃった。あ、やばい、絶対置いてあんない。ご飯できたかな？できた。いただきます。絶対うまい。炊きたてのご飯に作りたての肉、うまい。マヨネーズとお酢って相性いいよな。あるものが届いたんで、それを開封していこうと思います。それはこれですね。スピンバイク、ついに買ってしまった。ただね、ワンルームの部屋で買うようなもんじゃないんですよね。これ本当にこれどこに置こうかなっていう感じなんですよ。ちょっとね、この辺は洗濯物が散らばってるんですけど、とりあえずこの椅子を一旦どかします。よし、
よし、練習終わりました。うん、まあ悪くないジョギングですね。しっかり朝使ったやつをさっさと洗濯かけてもう一回つけて走りましたよ。まあこれがいいか悪いかとかではなく、まあ嫌に思う人がいるということでつけないといけないかなと僕は思いますね。全ジョギングしかしてないんで、別にこうつけようがつけまいが正直そんなきついとかきつくないはないんで、うん、まあ走れることに感謝ですね。よし、じゃあ今日のご飯作っていきます。今日はねちょっと時間あるんで圧力鍋を作ろうか、圧力鍋を使って煮物を作ろうかなと思って野菜を買ったんですよ。肉じゃが的なやつを作りたいなと思ってじゃがいもと人参をとりあえず買いました。なんでちょっと作っていきます。とりあえずイン。で今回肉はねこのせせりっていう肉をお肉を買ったので使います。ちょっと切った方がいいな、切れてない。まあ、まず醤油はいるでしょう。料理酒もいりそう。めんつゆ、これ多分絶対いるでしょ。甘い肉じゃがって甘いんでちょっと多めに入れよう。ほんで砂糖でしょう。砂糖もちょっと多めかな。で前失敗したんですけど、こういうなんか煮物系ってなんだろうな、あの水を入れないとめっちゃしゅんからくなっちゃうんですよ。うん、この辺もマストでしょ。ニンニクと生姜、肉じゃがってでもニンニク入ってねえよな多分。生姜だけか。ニンニクは今回入れません。いいんじゃないかな。ちょっと味濃いかな。だしの素、これマストでしょ多分。だしの素入れたんでもうちょっと水入れよう。よし、これで圧力鍋で煮ると。出来上がるまでお昼に作ってた甘酢あんかけ鶏肉で乾杯します。なんか前部長が言ってたけどこれがいいんですよね。このでは感染症予防にここあの直飲みせずにこうやってコップに移すっていうのが必要みたいなんで、もう僕もちょっとやります、やってます。最近はこの一口目がうめえんだよな。いただきます。うん、お昼に食べたのと同じ味。おからパウダーです。今回は小麦粉の代わりにおからパウダーを使います。念のため通常通り小麦粉を使ったクッキーも作っていこうと思います。グルメ部って知ってる人いるんかな。グルメ部はね最近毎日動画更新してて6時とかに毎日上がってるのかな。それがねあのちょうど夜ご飯食べる時間に上がってるんで
見る時間にちょうど上がってるんで見ちゃうんですよね。僕の動画って結構あの仕事終わってランニングして頑張って編集してその日の当日にあげるんで、だいたい上がるの10時11時とかなんですよね。時々あの週末に作りだめして、まああのランニング終わったらすぐポンと上げる時もあるんですけど、まあほとんどはその日の当日その日の編集みたいな感じになっちゃうんで、まあやっぱりそういうグルメ部とかみたいに上げる時間とかって考えてか上げた方がいいのかな。しゃあできた。美味しそう、めっちゃうまそうだ。いただきます。優しい味。あ、でもうまいわ。めちゃくちゃうまくできてる。せせりがうまいわ。本日の相方はですね、このトップバリューのチューハイストロングですね。最近ちょっとストロング避けてたんですけど、これの普通版だとなんかすぐなくなっちゃうんですよね、 5% だと。なんで今回は氷をたっぷり入れて、これちなみにこのレモンチューハイは常温です。で薄める、氷で薄めることによってアルコール度数を下げつつ量も多く飲めるという画期的なアイディアで楽しんでいこうかなと思います。うまい。なんか肉じゃがとかこういうの煮物系食べるとすごく実家帰りたくなりませんか。お袋の味って感じですよね。確かでも家の肉じゃがは豚肉を使ってた気がするな。うん、でも今年のゴールデンウィークもね、あの実家に帰る予定だったんですけど、帰省せずに家で自粛してくださいみたいな、まあそう言われる前でも、もし僕がコロナにかかってたら帰省した際にあの親に移してしまう可能性もあるんで避けるつもりであったんですけど、早いことコロナも落ち着いてほしいですね。あ、うまかった。ごちそうさまです。どうも、ランニング食堂です。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。これからも日々の練習、マラソンが楽しくなるような動画を投稿していきますので、チャンネル登録何卒よろしくお願いします。 Twitter では普段のジョグや食事、趣味投稿してますので、概要欄からフォローのほどよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。